ちゃんぴちゃんぴちゃんぴつかみかけたレレ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 いらないな、君は出て行くボー長すぎる。ごめんごめん、ごめん谷村新司だろ、それ。はい、よろしくお願いします。いやいやいや、投げたな、こっちに。すごい汗かいて別にそんな、意気込んだオープニングしなくてもいいですよ。いいですか。帰ってきましたということで。すいません、すいません。はい。帰ってきました。そう。本来ね、この前流れたトレーダーの動画の後に、そのまま購入品でいつもは紹介してたんだけど、はい、今回ちょっとね、本編が長かったから、うんうんうん、そう、別でね、購入したものを見せていこうと思います。はい、お願いします。なんでかっていうと、結構ね、今回ね、うん、買ったんだよ。あー。うん。やったな。私知らないけど。そう、勝手に買ったんだよ、結構いろいろ。なるほどね。そう。で、結構ね、見せたいなっていう詩がいっぱいいたんで。ああ、そうなんだ。そう。だからね、まあ、いつも買っても、そのね、購入品紹介してなかったりするけど、うんうん、今回はしようと思って。なるほど。うん。いい世代いますので。はい。うん。楽しみにしていてください。わかりました。はい。はい。じゃあ早速、購入品紹介していきたいと思います。それでは、レッツゴー!やるよー!はい。じゃあね、はい、紹介していくんですけど、うん、結構あれだよね。もう、勝手に増資といえば勝手に。勝手に増資ですよ。増資ですよね。全然知らないんで。うん。本当にご来場されてた視聴者さんと話してる間にね、うん、そうだよ、俺がこそそう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 、いや、お金ちょうだいとか言って言い出すしさ、しまいにはじゃあお金下ろしてきてとかローソン走ってよ、ね、ってんだーのローソン走った、雨の中 ね、うん、ローソン走ったわ、ああ、ご苦労様です。おかげでね、いいもの買えましたよ、本当に。あららら。いや、今回本当にいいよ、うん。あ、そうなの?うん。本当にいいです。2回言いましたけど。え、めっちゃ気になる。お願いしますよ。じゃあ、どうしましょう。最初、用品とかは、見せていきます?うん、ああ、用品あったんだね。用品も買ったじゃない。それは知ってるでしょ。ああ、うん、あれかな。それ見せましょうか。はい。ヨネション TV。はい、はい、じゃあね、まず最初、うん、こちらですね、はい、うん、トレーダーゼリーとプロゼリーですね、うん、はい、とにかくもうゼリーがカツカツだったんでね、はい、これね、うちがいつもリピートしてるやつですね。そうですね、基本的に意外と食いがいい、うん、そう、これとプロゼリーともう一種類のね、うん、そうだね、うん、うん、で使ってますですね、はい、これを2箱と、そうそうそう、とあとあれだね、募金のやつで、そう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 、やっぱりね、買いました、はい、買います、うん、まあこれはこんなもんでいいでしょう、はい、はい、はい、次なんですけど、はい、こちらですね、よいしょ、およいしょ、おいっぱい出てきた、こちら幼虫、幼虫ですね、うん、これはね、うん、虹色のゴールドピカール、うん、おー、ゴールドピカール、そう、うん、の幼虫、カキチックじゃない、違うだ、そうゴールドピカールって言ったらもうスタックランドさん、あ、スタックランドさんね、うん、うんうんうん、で、その類外的には、うん、別のところでやったら、うん、今回 CBF1 って言ってたんですけど、そうだから、うん、かなり安くしてた、あ、そうなんだ、うん、だから出る確率とかがちょっとどうなのか分かんないんだけど、うんうんうん、一応買ってみましたという、あ、なるほど、なるほど、めちゃくちゃ安かったので、あ、右上にあったやつだ、右上、右あ、そう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 、あ、うんうんうん、うん、お買
買い得だった。そう、CBF1 という形にしてあるのでね、一応どちらも本家のやつらしいんだけど、めっちゃお得だね。そうで、そしたらこれちょっとおまけでね、あらら、グリーンピカルの方の予知も、いや嬉しい、ありがとうございます、つけてもらっちゃいましたか。やったじゃん、よかったね、グリーンピカルちゃんも。そう、結構な量をね、買いましたので、ゴールドピカールってどんなのか見る？そうだね、あ、親ではないですけどね、こちらですね、このね、胸部というのかな、ここね、そう、これがテッカテカでゴールドに光ってるやつですね、ピカピカ、これはもう遠霊クワキシ君のやつなんですけどね、これは誕生日にね、そういただいた大切な子です。これぐらい綺麗なやつなんでね、ちょっと楽しみですね。はい、まあ、このメスも今絶賛産卵中なので、もうなるほどなるほど、楽しみ、オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。はい、こっからは成虫です。はい、お立ち台を用意してもらっていいですか？あららら、もう成虫ですか？そう、まずはこちらでございます。はい、そういうことです、はい、ああいいね、こちらの子でございますよ。わかるかな、みんな何ちゃんと何くんかわかるかな。じゃじゃーん、わー、いいね、ここのね、なんでここ内歯なんだよね。内歯になるんだよね、口のところ、あごあごって感じだよね。すごい、エイリアンが出てきた、中身が、これがなくなったらメスみたいだね、言ってたよね。そうこれはですね、ビソンノコギリですね。面白いね。あ、ごめん、びっくりさせた、綺麗だしね。ね、メスは結構ツヤツヤしてるんだね、オスはなんかなんかマット感がすげえペアルック感出てない？めっちゃペアルック感出てるめっちゃペアルックしてますみたいな、めっちゃペアルックしてますね、仲良し、これですね、まず、理想の子、次の子は、はい、結構ね、トラが前からね、ちょっと欲しいなって思ってたやつです。あ、そうなんですか？けどなんかちょっと買うタイミングを逃しちゃったりだとか、なんだろう、してたやつなんですけど、ついにねちょっと手に入れました。これなんだろう、メスじゃわかんないよ、メスじゃわかんないか、あ、いい色してるね、メスティ。はい、メス。すごい。足も赤いしね。あの色は赤い、いい感じ。いい感じでしょう。じゃあちょっとオスも見ましょうか。おお、かっこいいね。いい色。赤いでしょ。赤い。ね。めっちゃ赤い。え、これ誰だろう。わかる？え、わかんない。じゃあそこに書いてある文字を読んでもらっていいですか？あ、ジュリエットノコギリ。そう。はい。ミンダナオ島の。そう。ボス。なるほど。前からね、気になってはいたんだよ。この赤い、赤みが特徴的なやつね。赤いの好きだよね。そう、ノコギリだけどなんか顎はココアっぽい感じの顎してるよね。あ、色がいい色、いいでしょう。すっきりしてる、かっこいい。メスの動きがめちゃくちゃ可愛いんだけどこれですよ、これが2つ目です。いいね。それからはいはい、次ですけど、どっちにしようか迷っておる。結構あるね、じゃあ。あと2つです。あと2つ。
こっちかな。こっちや。こっちにするわ。なんだろう。いらっしゃいました。あ、かわいい。動いちゃおうかな。かわいい。これまた。好きね。これまた。好きね、こういうのね。めっちゃいいやん、ネスティン。めっちゃいいでしょ。おお、いいじゃん、いいじゃん。いいでしょ。いい。いいじゃん。お、お。シャレオツよ。ほら。お、かわいい、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。チャンピオン。チャンピオン。めっちゃかわいい。チャンピオンだった。チャンピー、チャンピオン。めっちゃ威嚇してるよ。小さいくせに。めっちゃかわいい。一丁前に。いや、あこかっこよくない？この角度。本当だね。顎の角度かっこよくだ、うん、これはですね、うん、カネギエーテルノコギリです。これはかっこいいよ。イケメンだね、うん、小さいくせに、うん、メスのいい感じもいい感じ、うん、めちゃくちゃいいでしょこれ。めちゃくちゃかっこいい。この長さ、うん、ここよ。わかるかい？ここ？そう。わかるわかる。ここね。そこ。キュンじゃん。女子が見るとハートマークになるね。ね、この正面から見るとちょっとハートっぽくない？わからんか。わからんな。うん。女子は何でもハートになる。これどうですか？めちゃくちゃ可愛い。めっちゃいい。いいですよね。めっちゃいい。好き好き。うん。うん、最後です。はい。これはもう、これはもう。なんだろう。かっこいいやつです。かっこいいやつですか？うん。もう、これですわ。今までノコギリ、ノコギリ、ノコギリと来たのでね。うん。いや、もうノコギリだと思ってるんじゃないでしょうか。違う。めっちゃメスティン赤い。うわ。うわ。えぐ。えぐいぐらい赤いよね。うん。えぐい。過去最高に赤くない？うん。しかもなんかドレス着てるみたいよ。ここからほわんって。ね。うん。これ見ていただくとわかるけどね。うん。ノコギリのメスじゃないよね。もう形が違くない？確かに。うん。この赤さよ。うん、じゃあお酢お願いできますか。よいしょ。うわわ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 わ、かっこよ。うわうわ、えぐい。これもうね、このままね、このままで赤さやば、えぐすぎる。これはですね、かっこよすぎてえぐい。ムルティデンタトス細赤ですね。ブルティデントトス細赤ですね。ブルティデントトス細赤ね。そう。あら、なんか喋ってる。君、何赤くなってんのって。あんたこそ赤いじゃないのよって。怒ってる。もう嫌いよって。この赤鬼。仲良しになるかと思った。想像。びっくりしたわ、予想外すぎて。赤くなってないのに、なんか、うん、赤くなってるって勘違いしたからじゃない？オスが。オスが、うん、なるほどね、うん。それはね、許せんかったんだね。そう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 。えいって。思いっきりえいってして、オスおーってなったんだけど。すごくないこれ、うん。すごい。これね、ね、本当にすごいわ。こんな赤いの見たことないもん。うん、かっこいいわ、うん、これね、本当にね、うん、虫友達とね、うん、3人ぐらいでね、うん、行きますよねみたいな感じで、うん、3人とも行ったってこと？行った。あ、そうなんだ。へー、そう。え、誰が行きますよねって言った？俺。俺。巻き込まれてる。そう。え、うん、当然トラさんもって、ああもう買った。それ言われたら逃げれんにゃんみたいな。逃げられます。
そう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 。でもかっこいい。けどね、あの渋々じゃなくてね、もうニコニコして買っていったからね。問題ないと思う。あ、そっかそっか。確かにこのかっこいいわ。でしょ？うん。ちょっとテンション上がる。そう。ぐらいのかっこいいエグさだね。でしょ？うん。ちょっとこれね、うん、大切にやっていきましょう。そうですね。うん。ヨネちゃん TV。 はい、いかがだったでしょうか。うん、すごいラインナップでしょう。すごいよかった。そう、うん、面白く、うん、うん、面白くって。いい感じでしょ。うん、そう。え、私そう、まだ買ったのあるよ。え、何それ。私が唯一一人で買いに行ったやつ。あ、買ったね。みんな何か気になるでしょ。勝手に買ったやつ。勝手にこっそり買ってたやつがあるんだけど、うん、これです。一個ずつ。何のために。いや、ヘラクレス結構いるから今。一個じゃないでしょ、ヘラクレスだったら。試しにね、5月もまだトレーダーあるから、ね、22日だったかな、うん、あるから、そうそうそう、これで食いがいいのをいっぱい買いたいなと思って。そういうことですか。そう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 、ちょっとね、お試しで60円と40円で100円買いました。私の買い方。紹介しておいたよ、一応これもね。はい、なるほど。あったから、うん、なんでね、まあちょっと休眠期間を置くやつと、うんうん、もうちょっとしたらもうブリード開始できるやつ、あ、いいねいいね、うん、うん、いるんでね、はい、楽しみにしておいてください。サンラーセットの動画もね、うんうんうん、出そうと思いますので、うんうんうん、はい、ですね、うん、はい、あとね、あのいつも本当トレーダーとかイベントでお土産、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しい。お酒持ってきてくださったり、いろいろ作ってきてくださったり、本当にね、感謝しております。ありがとうございます。ありがたいよね、本当に。もうここでちょっとかわ、うん、あのお礼いたします。はい、なんで次のイベントはトレーダーは5月の22日だったよね、確か。だったかな、うん、5月のね22日に予定はされてるので、また変更はあるかもしれないんですけど、うん、またツイッターなんかで情報流しますので、うん、はい、もし気になる方はぜひ岡崎、愛知県岡崎市辰巳ヶ丘会にね、そうですね、はい、遊びに行っていただければと思います。意外な掘り出し物あるかもしれないですよ。そうそうそう、結構ね、うん、価格帯のお求めやすい価格のものが結構多いので、うん、安いんですよ。ちょっとね、メンタルも飛び出ちゃうかもしれない。メンタルも飛び出ちゃうかもしれない。はい、じゃあ今日はこんな感じで、はい、おしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンクリックで、何のワンテンポだ。ヨネちゃんファミリーへようこそ。ツイッター、インスタグラムなどもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ、バイバーイ。3人で頑張ろうぜ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。